こんにちは、ファイナルファンタジーです。いや、かっけえマジでかっこいいの本当に。スフィロスが参戦決まったんですけど、なんか、とうとうって感じじゃないなんか、パックンフラワーとかってさ、意外だわ、みたいなキャラじゃなくて、あの、日本以外なんか、外の世界での人気が高いキャラだったから、いやーすって感じ、本当に。ちょっとごめん、日本語わかんないんだけど、私、あの、ヘイフに関しては、霊式だっけなんか PSP のやつしか <laughs>、やったことなくて、 セフィロスがどういうキャラか知らないんですけど、多分、髪の長さ的になんかシモンのお母さんとかじゃないかなって思ってるんですけど、いや、でもちょっとね、予想してたんですよ。あの、今回ってなんだあるっけ、あの、海外のゲームアワーズっていうなんか、ゲーム業界の功績を祝うみたいなやつだから、なんか日本人しかわかんないようなキャラは追加されないんじゃないかなと思ったんですよね。なんだろう、あの、おじゃる丸とか、トットカマトロみたいな、それ、だから納得っちゃ、納得。しかも、剣キャラ好きだからめちゃくちゃ嬉しい、俺。あの、しかもね、なんかごめんなさい、スクショレンダしてたんですけど、アルセノ状態。 みたいのが、多分あって、偏翼だけ生えてるみたいな。ちょっと知識なすぎるんだけど。だから、このキャラね、結構強快、強キャラになるんじゃないかって思って、この前の時、ジョーカーだったんですよ。多分この時の発表って。だから、ここで発表されるキャラは強い説あるんじゃないかな。ってことでね、で最後に9時に YouTube 開いたら、なんかいたおじいさん貼っときます。ちょっとでもちょっとセヒロスの知識つけるためにちょっと頑張ります。あと、セヒロスに近づくために、ちょっとレッドボールでも飲んで、翼返してきます。それでは、僕の人生がファイナルファンタジーで、さよなら。